はいどうもおはようございます1月20日朝6時の相場解説になりますちょっとだけねえっ、ー、と振り返らせてください、えー、実はね深夜3時今から3時間前に FX オリガルヒの皆様に公開限定動画をお送りしたんですが音声がね入ってなかったですねこれ音声そのものが録音できてなかったんで再現ちょっと不能になりますですんで今回今ご覧いただいている動画を元にですね その時におお話したたかったことをお伝えしていいこうと思います、えー、まずねレンジオプションは変わりませんこれは昨日言った通りでございますこの辺りからレンジオプションがグーッと組まれていてその状態と過程はこの2つの赤い価格に設定されてますもちろん赤い価格にぴたりと一致してるわけじゃなくて多少のアレンジを直前直後で加えるってことはもうあの言うまでもないと思いますその中でねここから昨日私は倍でエントリーしたんですよ バイでエントリーしたんですけども、エントリーした直後に枠外にちょっとえぐれちゃってるんですよね。ですんで通常でしたらロスカットをして、ブレイクアウトで下にセルをかけるっていう判断にもなると思います。それはそれでテクニカル的には不正解ではありません。そうするべきだと思いますが、ここで細かい微調整が私に入ります。それはですね、こちらのげ先を超えるまでは、 えぐれて内側に戻ると思って待ってみようかなと思ったんですよ。そうすると陰線の下ヒゲを2つ出して次に陽線となって内側に戻ってきたでしょ。でそこで含み益を取ったんで一旦利確してそこまでの利益の半分で追撃をしたってことになります。その追撃の結果が昨日の深夜3時に出ていました。それがほとんど今のチャートと変わらないので あ判断あーいわゆるレンンジ内オプションは間違っってなかったよねとそしてこのえぐれつまり騙しとも言えるんですけどもこれとどう付き合っていくかっていうのがレンジナオプションの次のレベルアップになるんだよってことをお伝えしたかったわけなんですよねはいでここまでがちょっと FX オリガルヒで特別に、えー、お話したことですお話したかったことです今回は即果塾の限定動画をご覧の皆様にもちょっとね 追加でお話ししようと思いますこれ多くの方がねやられたと思ってなんだよテクニカルってダメじゃないかと思うところですけどもこのレンジなオプションにしてもまずは価格の設定がちゃんとできるかっていうのが第一段階その次にこのレンジなオプションを信じてやれるかっていうところが第二段階第三段階目はブレイクアウトとね今回みんなこういうやつと単なるえぐれてすぐ戻ってくるようなあーコースアウトをまあ見極められるか信じられるか耐える精神力があるか それを補填すするる資金力があるかっってていうなな段階になってきますでこのレンジ内オプションから多少はみ出しても待っていられるぐらいの見識が広がるとね自己判断が広がると損失を利益に変えるっていうことがまた一個できるんで利幅がどんどん取れていくっていうことになるんですよねはいじゃあ改めてなんですけども本日の6時の相場解説に移っていきます FX オリガルヒと即可塾限定動画を披の皆様、えっと、1日足ですデイリーですね えー、これもね下下げ圧力があるのはもう継続ですで一旦上の方にも行ったんですけどもまあでもねこのトレンドってのはちょっと横ばいに近いかなとこの2つのプライスの間で、えー、ゆっくりと形作ってこれがどこまで伸びるのかまだ分かりませんけども結局は下の方に向かうっていうのも黙さんは変わりません下げトレンド下げ圧力ですねで4時間の方を見ていくとすでにあのダブルトップは どこ吹風になっってててきて次のフェーズに入ってます材料はあったにせよ結局はねこちらの力点以下に抑えられて今はこちらの方でレンジオプションを作っているよってことなんですよね引き続きこのチャートっていうのはどんどん価格が下がってきてるでしょ頂点がだから下げトレンドは1日足と同様に健在だってことです じゃあその下げトレンドが来ている中で1時間を見ていくわけですけども今日はどういうふうな動きになるかっていうと基本的にはレンジアンオプションですよまだポジションを持たれている方はそのまんま持っておけばいいと思いますしこれからポジションを持ちたい方はここからね上に行くのか下に行くのかの判断に迫られることになると思いますでもちろん真ん中ぐらいにいるんでどちらかで勝負するのもいいと思いますしもうちょっと時間を待ってレンジアンオプションの基本の この辺りに来たら、あ、ちょっと待ってください。この辺りに来たら、倍を入れて、この辺りに来たら、セルを入れるっていう風にね、レンジアプションに基本に戻るのもいいと思いますよ。うん。だから私だったらこれね、今回はすぐに倍でエントリーしますね。今回はね。もちろん倍でエントリーすると、レンジアプションなんで、こっから下に行く例もありますんでね、リスクを取りたくない方は、あの、やっぱりここで、 エントリリーすすることですリスクの取りたくない方はねただこの水準に達するまでにうんなんか金曜日の動きですから何とも言いませんけどもこの動きに達するまでにもうね18時が来ちゃうかもしれませんからそうするとエントリーのタイミングは今日はなかったってことになりますよねだからエントリーのタイミングこれを優先するんだったら今からバイカるにかけるってことになりますその中でこのレンジジャンプションに最近勉強しましたよねレンジの中のレンジを設定するとしたらねこういう方法があります こちらの例えば陰線をこうやって囲ってここからブレイクアウトを狙うってことなんですよここを超えたら倍でエントリーして上層に達するまで蹴りをつけると同じような考えで下の方に行く時もそうですよねまあちょっと普通のレンジジャンオプションよりもレベルが高くなりますレンジジャンオプションのレンジャンオプションをブレイクで使うって形ですからでも今までも何回かお話ししてきましたよねでこれもレンジアンンジプションのおー 戦略を無駄にしないためにやっていける方法かなっていうところですね、はい、それぞれ打つ方法は今日はお伝えしましたんであとはどれを選択するか皆さんの裁量次第になってきます皆さん一人一人状況も違いますんであの全員これやりましょうってことにはなかなかなんないんですけども、まあ、できる限りのパターンを今日はお示ししましたプラスあんまりねパターン例が多くなるとこれはこれで混乱しちゃいますので、まあ、やっぱりねパターンが多くても3つぐらいまでにとどめておくのが、まあ、バランスかなと思います はいそれでねねちょっと、ね、FX のコンサルについて私、ちょっとポロっと話しちゃったところがあったんでここでもちょっと紹介させてもらいますけどもコンサルっていうのはね私から講義を送るものではないですからねコンサルですからコンサルっていうのはコンサル生さんがじっくりと解説してもらいたいことを私に届けるっていうのがス,パスタート地点です、まあ、そうは言ってもねこれだけ言っちゃうとわけわかんないと思いますので私のコンサルは月間の解説をしてもらいます あその前にコンサルの契約は1年間です。1年間で、えー、まあたい今んところね、スタートで100万。で、2年目は利益が出た状態なら200万っていう形に、前例ではさせてもらってます。ですので、それを目安に考えてください。だから安くないですよ。安くないんですけども、FX が攻略できることを考えたら安いとも言えますよね。それこそ年間で1000万とか2000万 FX で稼げるようになったら、その稼ぐ経費として、 100万200万のコンサル料って安くまあでもコンサルなんで私もね今1名の方やってますけどもこれマックスで3名までですからねどうやってもじゃあ細かいコンサルできなくなっちゃうんで5名とか10名とかやっちゃうとその分単価もちょっとね上がってくるってことになりますけども実力がつくのは間違いないですこれはでやることってのは月間解説をやっていただいてそれを私が評価するっていうことなんですよじゃあどこに落ち度があったのかどこに勘違いがあったのかってことが 月間解説で分かるんですけども、別に月間で解説しようかはね、あの、冷やしで解説しようが同じですから、テクニカルをもっともっと身近になるために、えー、やっていけることになります。えー、これがだから年間12回、1ヶ月に1回ですからね。それから、プラスで週間の予測もしていただけますけども、週間まともにやったら50回ぐらいありますんで、多分そこまでね、なかなかできないと思いますから、それでも30回は最低送っていただきたいですよね。そしたらその30回に対して、私の方から、 その相場解説がどういうふうな制度で行われているかってことをこれも細かくチェックして修正点をお伝えするつまりはテクニカルのレベルが上がるってことになりますであとね禁断のねん,んですけども材料相場にもあのコンサルでは挑戦しますただお金を稼ぐためなんでこれはねテクニカルとかは使いません単なる超反爆地みたいな形で材料の毎月材料ってあるでしょだからそれを月に一回やっていくんですよ これはだからねあのリスクリアードもちゃんとこれ取れますんでただギャンブルに近いですから勝つことが勝ってお金が増えるんですけどもうんあのコンサル以外ではお伝えしませんただやっぱりね年間で1000万を狙っていこうと思うと、あのー、やっぱりリスクの高いリターンの大きいやつもちょっと組み入れていかないとらちが開かないよねってことですよねでもちろんこのね材料勝負ってのもあのも、ー、ない話じゃないんですよ うんまあ、だから材料消をすることによって利益も取れるしあ材料っていうのはだりに手を出すもんじゃないなっていうふうに考えることもできますただ米国雇用統計みたいなのは材料の中でも安定してこう市場に解き放たれるものなんでねこれは乗りこなせない話じゃないと思いますよ中にはね材料だけでやっていく人もあのファンダメンタルプレーヤーもいるぐらいですから で私の場合はテクニカルをしっかりと身につけていただいてその後でファンダメンタルに進むっていう道を引きたいんで、えー、この FX 折り合いはあの材料には全く手を出さない介入とかから避けているっていうそういう風なねお話しさせてもらいますけどねはいじゃあ今回以上でございますお疲れ様ですまたあの後ほど追加放送しますね長くなってすいません